ば。どうしたの？ぼーっとして。あ、そっか、緊張してるんでしょ、新レギュラーの発表。わかるわかる、こういうのって入試の合格発表みたいにドキドキするのよね。でも大丈夫、絶対レギュラーになれるって。どうしたの？変なの、やっぱり緊張してる。もう1年になるんだね、私たちがサッカー部に入ってから。あ、そっか、私はもう1年経ってるけど、あなたは6月の体育祭が過ぎてからだから、今で10ヶ月か。もちろん。あなたには根性があるわ、一緒に国立競技場を目指しましょう。よね。なんでだったかな。忘れちゃった、ごめんね。あ、練習始まるよ。先にレギュラーの発表かな。大丈夫、絶対レギュラーに間違いないって。さ、行こう。思い出した。ほら、あなたを勧誘した時、私がどうして根性があるって言ったのか。体育祭の時に。やっぱりやめた。内緒。ほら、みんなもう集まってるよ。早く行こう。それでは発表を行う。いよいよだね。バックス、2年山口。はい。同じく、2年ゆい。はい。あと1名。センターフォワード、1年沢渡。はい。やったー。以上だ。おいおい、沢渡のやつ1年でレギュラーかよ。才能の差か、嫌になるよな。静かに。再来週の末賀高校との対抗試合に向けて、このメンバー中心で特訓する。以上、練習開始。はい。よし、それでは最後に補欠組の練習を行う。補欠組はそれぞれのポジションに従った練習を行え。短い時間しかないが、その分みんな一生懸命やるように。よし、じゃあ今日の練習はこれまで。
補欠組は後片付けをしておくように。以上、解散。ありがとうございました。先輩、何してるんですか、こんなところで。あ、そうそう、虹の先輩、それでね、昨日また電話があったんですけど、私お風呂入るからまた後でって言ってるのに、メンタルなサポートするのもマネージャーの仕事とかなんとか言って。あの先輩、残念だったね、レギュラー。そうね、あの、手伝おっか。そう、確かこの辺に。あった、虹の先輩、やっぱりここでした。よかった、なくしたらどうしようかと思っちゃった。あ、虹の先輩、早く帰りましょう。虹の先輩。あ、え、そうね。じゃあ先輩、私たち帰ります。お先に失礼します。虹の先輩、どこまで話しましたっけ。そうそう、沢渡くんが昨日電話かけてきたって話ですよね。沢渡くんたら当たり前みたいなふりして、あれで結構喜んでるんですよ。それでね、高校でも1年でレギュラー取ったぞって。みのりちゃん。え、何ですか。え、そのみのりちゃん、さあ早く帰りましょうね。じゃあまた明日。お先に失礼します。乙女です。 お前か。うん、なんだ、何か聞きたいことでもあるのか。そうだな、まあ女の子の情報なら電話番号から生年月日、スリーサイズに至るまで一通りな。それは企業秘密ってやつだ。あと人気のデートスポットなんかも教えてやるよ。あ、そうそう、それから
もしお前が周りの女の子にどう思われてるか知りたかったらいいな。調べてやるよ。で、なんだ？何が知りたいんだ？ん？誰の情報だ？はいぜ、ちょっと待ってくれ。2時のっと。あったあった。耳かっぽじてよく聞けよ。2時の先、2年 E 組、1月13日生まれのヤギ座で、血液型は A 型。電話番号は、だな。3サイズは上から82、59、83。クラブはサッカー部で、あ、それは知ってるよな。運動部のアイドルで、趣味は料理。運動はやるより見るタイプ。とまあ、そんなとこだな。まあな、女の子の情報なら俺に任せてくれよ。さてと、それじゃそろそろ切るぞ。見たいテレビが始まるんでな。それじゃ頑張れよ。じゃあな。ですけど、はい、あ、私サキです。うん、あのね、あ、はい、ちょっと待ってね。ごめんなさい、お母さんが呼んでるから。うん、じゃあ元気出してね。なんて行きたくないさ。デートだよ、ダブルデート。皆さん、よろしければ評価の方よろしくお願いします。チャンネル登録もぜひ。してない方はもしよろしければしてください。ご視聴ありがとうございました。